ゴルフ練習場でまともな球が打てない理由と解決策について、視聴者の皆さんのコメントも大募集。名称、皆さんこんにちは。今回はゴルフ練習場でまともな球が打てない理由についてお話しします。東京都立川市近辺にお住まいの皆さん、車で30分程度のゴルフ練習場について質問されていましたね。実はこのような悩みを抱えている方は多いのです。まずゴルフ練習場へのジパンでの訪問についてですが、論外とまではいませんが、ゴルフはスポーツの一環、どうしてのマナも大切です。ゴルフ練習場ではジパンよりもスポーツウェアや動きやすい服装が望ましいです。周りの他とのルールやマナーを守りながら、快適な環境で練習ができるように心がけましょう。また、ストレートに出て落ち際で綺麗に止まる球を打ちたいというご要望もありましたね。これには、スイングの正確性や体の使い方が関係しています。プロゴルファーのような理想的なスイングを身につけるためには、練習時間と正しいテクニックが必要です。練習場での練習だけでなく、プロのゴルフ指導者からアドバイスを受けたり、動画などを活用して自己改善に努めましょう。さらに、ゴルフ練習場での球の滑走についてご質問がありました。一般的には、ゴルフ練習場では自分の打った球が見えるようになっていますが、夕方頃になると照明の関係で見づらく、なる可能性があります。そのため、照明の明るさや適切な時間帯を選ぶことで、より良い球の滑走を確保することができます。また、練習場によっては、ウォルトレーサーなどの特殊なシステムを導入している場合もありますので、事前に調査して、見ると良いでしょう。皆さん、ゴルフ練習場でまともな球を打つためには、正しい服装やスイングの練習、球の滑走の確保が大切です。それでは、皆さんのコメントもお待ちしています。ゴルフ練習場での悩みやアドバイスなど、ぜひ教えてください。高品質なタイトルと文章で、視聴者の皆さんの維持率も高めましょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。